ラグビーを愛する幼児から高齢者まで約230名の方がスタジアムツアーに参加され、会場は熱気ムンムンでしたですけども、取り組みをされていかがですか。全国の各地からたくさんの方が来ていただいて、本当に花園ラグビー場というのが皆さんに愛していただいた施設だということを痛感いたしました。今後改修工事をされる予算は、それだけ投入されるわけですけども、その事業主体というのはどこになるんですか。改修の事業主体については東大阪市になります。でこの、ワールドカップですが、2019年の9月20日ですかということで聞いておりますけれども、これまでこういう取り組みをされるなり、いろんなことをやっておられると思いますが、苦労話とか、これからのいろんなその具体的な内容でお話しできるところがあればお教えください。花園ラグビー場は、ラグビーワールドカップの誘致から、たくさんの皆さんの署名をいただきながら、やっと5年をかけて決定してまいりました。で今後、ラグビーワールドカップに向けて、改修も始まります。で少しずつ動き出しております。できれば皆様により多くの方に東大阪市に訪れていただいて、東大阪市の魅力をお伝えできるような、ラグビー場もしくはもう周辺地域、東大阪市を作り上げていきたいと思いますので、今後とも皆様のご協力よろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございます。東大阪っていうのは中小企業の街、そしてラグビーの街と、この取り組みがですね、大きく成功しますように期待しております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。